まず登って、こっから降りた、この場所ってどうですか？よし、行きます。どうも、みつのそぼです。ということで、今回もスプラトゥーンやっていきましょう。今回はね、スペシャルなし、ビーコンなしのスプラトゥーンクラブバージョン1のルールでやっていこうかと思います。さあ、塗るだけのね、かくれんぼですね、やっていきましょう。まずは、金目鯛美術館ということで、僕から降りてやっていきますよ。まあ、いつも通りね、このね、スペシャルなしかくれんぼのルールだったらね、この、こちらね、あ、ちょっと塗っちゃった。ちょっと若葉シューター。まあ、いつも通り若葉シューターでやっていこうかなと思います。なんかさ、この金目鯛美術館ってなんか裏技使ってさ、向こう側に行ける裏技みたいなのあったよね。あれってもう修正されちゃったのかな、アップデートで。いつかやってみたいなと思ったんだけど、もう修正されちゃったっぽいよね。できんのかな？どうなんだろう。さあ、そろそろ始めます。なんか一人やられてるけどね。一人なんかやられてる、大丈夫か？行くぞ。2、1、さあ行け。さあ、始めました。若葉シューターで全部塗っちゃいますよと。いやでもこの辺さ、リスチはあんまりさ、いなさそうなんだよ。てか、金目鯛美術館さ、言うてなんかリスチいないがちなんだよな。いやでも、一応塗っとくわ。一応塗っときまーす。今回スペシャル禁止だからね。まあ、その代わり相手もね、ビーコンで逃げられないんで、ビーコンをわざわざ壊しに行かなくてもいいっていうのはだいぶ楽ですよ。ここ塗っていきます。いや、ここ、あ、待って、ここの上とかさ、あ、いないか。ここ塗ってもいないね。いや、いないかな、この辺。この上とかもさ、もう怪しいけども、いないな。いや、これ、隠れがりっしゃな、これいるの。もう、あー、いた！危なレサスレッド。レサスレッド見つけました。うわ、危な。もういいかなと思ったところにいたわ。で、これさ、上にさ、セミできたりするから、だいぶこれ上もちゃんと見ていかないと、セミしてるやついないかなって。いないかな？いや、上。これ上登っとくか。一応ね。一応塗っていこう。あとね、塗っときゃよかったって、これ、後悔するの一番嫌だからね。あと残り1分50秒。全然時間はあるぞ。余裕持っていこう。インクをめちゃめちゃ余裕あるからな。だってさ、割といい感じに濡れてる気がする。ただね、このね、美術館ね、僕確か全員キル、一回やったかな？スプラかくれんぼスプラス3になってから全員キル全然できてないからさ、だいぶ、ちょっと僕のプレイヤースキルのどれほど落ちてるのかってのがわかりますけども。さ、ここ、どうなんだろう。ここさ、いや、ここセミしてる人いそうじゃない？ここら辺。セミしてる人、一人くらいいそうなんじゃないかと思うけど。いや、いないな、上に。おっと、あとこれ45秒。まあまあまあ、余裕持っていきましょう。これね、精神の余裕が大事ですから。焦ったら負け。はい、焦ったら負けです。なにこいつ、なんでこいつ、なんかめっちゃ逃げてる、めっちゃ逃げてる、ちょ。逃がさないよーん。逃がさないよ。どれだけ逃げてもね、地獄の淵までね、追っかけますか、僕。マジで。あ、あ、いた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 。よし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 。みゆみゆ見つけていく。あと残り1人。いいぞ。あと22秒。時間はある。よし。あと22秒で全部塗る。いけいけいけ。頑張れ。急げ急げ。時間ないぞ。やばいやばい。ここにはいない。あと残り10秒。いや、これ全員倒したい。頼む。この角っこ？いや、もうこのリッシュしか思えないぞ。もうここだろ。ここです。ここにいるとしか思えない。なぜいない？あ、いない！どこだ？え、どこ？え？見えないな。あ、いた！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 さあ、という金目鯛美術館、答え合わせやっていこうか。いや、芋ゾーン見つけなかったんだよな。いたんだよな、最後。見えたんよ。もう本当になんだけど。いや、右じゃなくて左だったな。これさ、なんか時間あるとか言ってさ、自分にこう余裕あるぞって言い聞かせてたんだけど、なかったね、時間なんて。余裕なんてなかった。ほら、芋ゾーンここにいたわ。うわー、見えたな、最後。ここね。ちょっと、これ、ちょ、感染で、向こう側行けないんだ、これカメラで。くっそ。いや、これねー、芋ゾーンここにいたのね、知ってたよ。そうなんだよ、これ。右塗らずに左塗るのがね、マジで悔しい。さあ、まずちょ、レーサス、これ、レサスレッド、レサスラッドじゃん、これ。レサスレッドって呼んじゃった。レサスラッドここにいましたね。鬼側のね、リスポーン地にいました。で、みゆみゆ、そう、みゆみゆここにいたね。この上のところ。いや、ここはね、ちゃんとね、見つけてきますよ。で、黒キャット。黒キャット、この辺、だって黒キャット、この辺にいたよね。この辺にいて、なんかめちゃめちゃ逃げ回り始めたんよな。いや、甘いね。僕はもう、追っかけ回してますから、どこまでもね。で、皆さん、こんな感じでくれておりました。いやー、これ、全員切れワンチャンあったなー。さあ、ということで2回戦目やっていきましょう。ゴンズイチクだね。今回隠れてみたい場所があって、そこに行こうかなと思います。さあ、鬼は黒キャットです。やっていきましょう。まずさ、このマップってさ、なんか左にさ、あるじゃん、こう高台。ここまず登って、こっから降りた、この場所ってどうですか？めちゃめちゃ簡単になんか行けるんだけど、え、これ割といいと思うんだよな。あ、でもほら、上とかもさ、あんまりこうやって見上げないわけだし、
いいんじゃないかって思うんだけど、どうでしょうか。今回ここに連れていこうかなと思います。まずちょっとリスポーン地点のあたり塗りまくっていきます。塗ります。さあそろそろ始まるぞ。急げ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 、よいしょ、ここです。さあ始まりました。お兄さんマニーバー、マニーバーって射程届く、あ届くな、全然届くな、この射程は。よし行きます。みんなどこくれてんだろう。あ割とみんなあれだな、隠れ家リスポーンして固まってる感じだね。さあお兄さんが、お兄さんの塗りは、あーまず自陣から固めて塗ってく感じだね。さあいいぞいいぞ、とりあえず今のところはまあ安心して暮らせそう。あどうだろう、いやお兄さん割と、あいやそうだね、自陣から塗っていく感じだね。オッケーオッケー、いいぞいいぞ。来月さ5月の3日だっけ、あれだよね、スプラトゥーンのフェス、ゼルダの伝説ティアーズオブキングダムフェス始まるよね。なんかさマップがさ、なんかいつもと違ってトリカラーマッチのマップがトライフォースになってるよ、形が三角形の。あれどうなのあれって、なんかさトリカラバトルってさ防衛チームと攻撃チームで分かれるわけじゃん。なんか見た感じさ、なんか防衛チームちょっと不利なんじゃないかなって思う感じのマップの構造になってんだよね。やば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 、めっちゃバレてる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 、あああああ今までで見たことないくらいの煽り化されたんだけどねえ、なんで僕は見つけんのにリーサースレッドはさ見つかんないの。あ見つかったわ思いが通じたわ。え待って、いやちゃんと見てるなこれ、あれだな、上にここのさ上にいるんじゃないかなって思ったんだろうな。ちょっとこれ登ってみてみるか、これね。さあ、あ僕これ、ま、大丈夫だよ、これ倒さないで倒さないでね、倒さないで倒さないで倒さないで。さあ、あイモゾン大丈夫、これイモゾン、あイモゾンいける、おいいぞ、イモゾンいいぞ、そこ角っこに隠れずにわざとちょっと角っこの手前に隠れる戦法で、ね、それいいで強いね。さああとミユミユなんだけど、あミユ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 もさ強くないか、それそうバンパでプニプニの後ろでくれてるやつ、あミユミユやるな。お兄さんが、あーもう向こう行っちゃった、うわーてか普通マニーバのあのさなんかめちゃめちゃ飛んできたじゃん、もう局者打ちの極みみたいな、あれめっちゃ怖かったな。さあ待って、こうミュウミュウ見つかそう、あ見つからないと。お兄さんどんどんこっち側に来てますけど、いやなんだかなちょっと塗りは雑だけどちゃんと的確にね倒しては来てはいるんだよな、角っこに。あこれミュウミュウやばくないか、いやみああしっかり角っこは塗っていくと。ただ、イモゾン、バレてない。これ、イモゾン勝ちかな？ね、そうだな。イモゾン。ナイスです。ジャンプしてる。わーい。くっそー、ダメかー。さすがに塗らないのはバレるな。冴え渡ってたね、感が。はい、ということで、今回もスプラトゥーンクラブもやってみたわけなんですけど、今回、ゴンズイ地区のあの、リスポーン地点出てすぐ下のね、とこに隠れてみたわけなんだけど、いや、あそこ勝ち確だろうって思ったけど、全然ダメだった。いやー、しっかりバレたね。しっかりマニューバの局舎でやられたね。ちょっと僕ビビってなんかちょっと逃げちゃったけど、ちゃんと局舎でしっかりやられちゃいました。鬼の時もさ一人見つけなかったしさ、今回ダメダメだったな、悔しい。ということで、この動画面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。 Twitter の方でねスプラトゥーンクルーも参加者募集しますので、参加してくださいぜひ僕の Twitter フォローチェックしてよろしくお願いします。ということで見てください、ではバイバイ。